日銀が発表した6月の国内企業物価指数は 101.2 で、1年前に比べて 0.1% の下落となり、2年6ヶ月ぶりに前の年を下回りました。米中通商摩擦への懸念が高まり、原油やアルミなどが相場の下落に影響しました。品目別では石油・石炭製品が 5.5%、非鉄金属が 9.3% の下落となりました。